身で長くプレーした野球解説者鳥谷敬氏41が都内で23日スカパープロ野球2023 PR イベントに出席した。有料放送スカパーがセパ12球団の公式戦を徹底中継するプロ野球はいよいよ来週開幕する。10年前の第3回 WBC に出場している鳥谷氏は、今年のペナントレースの見どころをこう語った。自分の時は準決勝で負けてるので3位になってるんですけど、本当にすぐ始まるので、今日帰ってきてチームと合流していってっていうので、優勝した達成感が多分残ったまま、シーズン入ってくと思うんですよね。侍ジャパンで仲間だったのが急に対戦相手になるので、そこら辺の駆け引きみたいなのも実際に見てる人が楽しんでもらえたら、 WBC を共に戦った選手たちの関係性はその後どうなるのか聞かれ、鳥谷氏は結構野手はその WBC の後ビジタで相手のチーム行ったら食事行くようになったりとか、こういう関係が変わってくんですけど、と、当事者ならではの話を明かした。ピッチャーの場合は本当にガチンコで対戦なので、そこはもう WBC の時喋ってたとしても、完全に別物として考えますね。それが嫌で、ピッチャーは野手と仲良くしたくないっていう人もいます。対戦した時に思い切っていけないとかいう感情が生まれる人は、野手とはもうその後違うチームになるから、あまり喋らないようにしてるっていう選手もたまにいます。あまり知られていない話はもう一つある。スカパー、プロ野球の CM に出演し、この日登壇したお笑いトリオ、花子の菊田龍大、田津博イコール35は、高校に進学しすぐ辞めてしまうまで、ずっと野球をやっていたという。誰も信じてくれないんですけど、やってたんです。小学生の時も、少年野球チーム入ってましたから。花子のウィキペディアにも書いて、ないですからねと得意げだった。左から花子の菊田龍大、秋山博孝、岡部大、元阪神の鳥谷敬氏すべての写真を見る2枚。